球目ってファウルボール2ストライクですから、エナスさん、ネクストバッターズサークルの木山がいるからこそもう勝負しかないというような選択なわけですね。この後打席は回ってくるのかどうか、代打の神様が睨みを聞かせています。ということは、まあ、久保君はもう5回で、お疲れさんということですか ね、まあ、久々の登板ということで、ね、部分はあるでしょうね。まずはさあ、じゃあこの勝負に今成が勝てるかどうか。高め一つ外してきました。前田さん、この立山というピッチャーの持ち味から見て、勝負球はやはり低めの変化球と見ていいですか。そうでしょうね、まあ、フォークをはじめ、スライダー、はい、もしくはシュートも掘れますしね、そして無理にここはストライクを取りに来ずというバッテリー、まあ、理想はやっぱりボール球で勝負ということでしょうね、その辺りのまずは見極めができるか、バッターボックスは今成です。低め打ってファウルボール。今のもストライクゾーンからボールゾーンにスッと沈むような低めの変化球、やはりフォークでした。打席の今成としては、あのようなボールをカットしてカットしてというところになるんですか。まあ、そうですね、立山君のフォークというのは、はい、シュート回転なんですよね、まっすぐ落ちないんですよね、まあ、その辺がこの今成君なり阪神ナインがどう見てるかですよね、今成にとっては逃げて落ちていくようなフォークになります。打ち上げた、風は浜風が吹いている、スタンドに入ります。今のは上空の風にも助けられました今成です。ご覧のように今日も浜風が強く吹いています。ライトからレフト方向への風、低めのボールをなんとか食らいついて2球ファウルにしました。さあ粘って甘いところに来たボールを1球で仕留められるか。前のゲームは先発マスクを小宮山に譲っている今成です。見てボール、これで2ボール2ストライクになりました。さあ、江夏さん、カウントが2ボール2ストライクになったことで、またピッチャーの心理状況は少し変わってきますか。いや、同じでしょう。同じですか。今のはまっすぐ勝負でしたよね、インローにね、はい、だから今の高さで、まあ、内へ来るか外に行くか真ん中か落とすでしょうね。まだ挟むでしょうね。なるほど、もう一球では今成としては粘れるか。一球間合いを挟みます。この回は先頭バッターが新井、ヒットで出塁、そしてワンアウトの後新井亮太がフォアボール、平野がピッチャーゴロ、ダブルプレーかと思われたんですが、記録にならないミスがあってランナーが残りました。さあ、相手のミスにつけ込んで大きな先制点をもぎ取ることができるかタイガース。ピッチャー返し、記録がヒットと記録されています。そしてファーストランナーの平野が三塁まで進んでいます。さあ、このシーンです。江夏さん、今どうなりましたかね。まあ、ピッチャーも取れない、ショートも行き過ぎてしまったというのはそれなんでしょうか。ちょっと打球が変化したのかな、イレギュラーでもしたのかな。はい、あそこでね、そうですね、少し弾んだようにも見えました。今成にとっては非常にラッキーなヒット。
ですが皆さん、あの低めの難しい変化球ボール球をカットしてカットして粘ったからの、そうですね、粘った挙句はね、はい、今のヒットにつながったんじゃないですかね。今なりの粘り勝ち、先制点はタイ